終了間際で1点どうしても取らなきゃいけない状況で、また相手が倒れて、相手がボールを出して、そのボール、どうですか、返せます？はい、マンシップっていうところから捉えたら、どっちも外れてますよね、原さん。外れてるね。うん。だから難しいんですよね。家出発してトレーニング行きまーす。肉離れの怪我をして2週間経ったんですけど、まあ、状態もかなりいいし、やれることも増えてきて、もうほぼほぼできんじゃないかなっていう。ただなんかリアクションとかこうギュッてこう力出す時がやっぱり危ないんで、そこは気をつけてますけど、まあ、肉離れだけじゃなくて、こう、いろんな怪我に言えることなんですけど、怪我して、サッカーやってく、復帰していく中で、怪我してる部分を、やっぱ自然と体がかばうんで、他の部分がこう、張ってきたりとか、筋肉張ってきたりとか、他の部分怪我したりっていうのがよくあるんで、まあ、そこもケアしながら、しっかりやっていかなきゃいけないかなって感じですね。トレーニング頑張っていきたいと思いまーす。コンディショニングコーチです。いや、 YouTube デビューか、ついに。そういうことですか。ありがとうございます。 YouTube デビューはちょっとまだ荷が重いよ。あんなにデビューしたいとか言ってたか。荷が重いわ。だって5万人ぐらい見てるでしょ。見てねえよ。ザスパと試合です。うん、試合出ないですけど、まあ、しっかりゲーム見て応援して、自分自身も復帰した時にしっかりゲーム入れるようにちゃんと試合見たいと思います。試合行ってきます。そろそろ1万人のフォロワーに届きそうなんですよね。はい、
今日大皆さん福井亮次です。福井亮次選手、それはどうしてでしょうか。でも楽しいと思ったら今年が増える増えるみんな見てもらうんです。そうですか、ぜひ皆さん見てみましょう。試合終わって帰ってます。試合は0対1で負けました。チームかなり今苦しくて結果出てないですけど、まあ、早く復帰してチームの力になれるように僕自身頑張っていきたいと思います。まあ、サポーターの人とかも声かけてくれたりして、まあ、なるべく早く戻れるように勝利をイメージしてやっていきたいと思います。これから病院です。 MRI 撮ってその後先生の診断あるんで、まあ、だいぶ良くなってると思うんですけど、まあこうやって感覚的に良くなってても画像撮ったらまだですねっていうパターンが結構あるんで、あんま期待しないようにします。行ってきます。診察受けてきて順調っすね。いい感じっす多分。まあ、先生見てもらった感じだと、まあ順調っす。まああとは、まあ、ちょっと我慢して、まあ順調だからって調子に乗りすぎないようにして復帰していくって感じですかね。見えてきたんで焦らずコツコツ試合イメージしながら復帰に向けてトレーニング頑張っていきたいと思います。早くサッカーしたいなぁ。